俺たちの魔界を汚すな。ってことで、はい、こんにちは、タッカキッチです。なんすかいきなりオープニングでタカキッチャンって思う方、はい、ちょっとねライブで結構ね、最近ね初心者さんの方、来てくれるんですよ。初心者さんの悩みの一つでレベル上げ、まあ、これがね、ちょっとね、まあ、場所がたくさんありすぎて、どこでやったらいいか分かんない。まあ、いろんなね、ブログ、配信者を、見てね、何が一番効率がいいんだろう、これが一番効率がいいんだ、このモンスターでやると、めちゃくちゃレベル上がるぞって言ったらね、やっぱ情報をみんなね、見て、行くみたいなんですが、まあ、その中の一つね、はい、ゴーレム今日、もちろんこれ以外でも、あります。あるし、まあ、今日取り上げる話題についても他にあると思うんですよね。まあ、なんですけども、このね、ゴーレム今日がやたらと最近耳にするんですよね。まあ、最近ね、ちょいちょい高吉チャンネルにね、ライブで初心者さん、3、4人いるのかな ?3、4人ぐらいね。まあ、その人たちが、一つね、声を上げてたのが、ゴーレム今日に行くと、白チャットで邪魔だ。お前はあっち行け。ダークトロールでも買ってろ。っていうようなね、暴言を吐かれたみたいです。いや、そんなひどいの?もう今のかつて会ったことないんだけど、エンゼルスライムボードか、まあ初心者っぽい人を見ると、白茶でね、飛ばされるみたいですね。まあ一部の人なんだと思うんだけどね。なぜそんなゴーレム教が人気かというと、まずは、1匹あたりのね経験値がね多いんですよね。うん、ゴーレム今日ね2万350ポイントもらえます。1匹出してね、他のモンスターがだいたいこの辺だと魔王使い今日が2万3600か高いね。でゴースト今日だと1370ポイント、メーダ今日だと1440ポイント、1386ポイント、闇の食材、ストーンマンだと1502ポイント、クラウンヘッドが1518ポイント。まあ、他のモンスターよりは、かなりね、1匹あたりの経験値が多いんですよ。うん。魔王の使いの方がいいじゃんって思うよね。で、ゴーレム今日何がいいって、倒しやすいんすよね。嫌な攻撃をしてこないんで。うん。状態異常攻撃とかもしてないし、してこないし、特段ね、守備力がね、相当高いってわけでもないので、結構ダメージはね、簡単に与えれるんですよね。で、魔王の使い、今日も僕も行ったことあるんですけど、強いんすよ。うん。で、獲物呼びとかで呼ぶと、わらわらね、まあね、3、4匹、5匹とか増えると、結構ね、全滅する可能性がある。まあ、ゴーレム今日も、わりかしね、やっぱりゴーレム今日強いから、その少ないレベルで行くと、すぐ全滅しちゃいます。ただ、レベルが高いサポートキャラで行ったら、安定的にね、倒しやすいのがこのゴーレム強なんですよ。わりかしね。まあ、なので、すごく人気。ただし、それは、魔物使いありきで、の話なんですよね。まあ、こういう風にゴーレム強を倒してしまうと、リポップするまでに相当時間がかかるんですよ。魔物使いさえいれば、次のリポップまで、呼んで、だいたい E か F か、それぐらいかなまで呼べるんですよね。その時ぐらいに、ほや。まあ、こういう風にね、ゴーレムがね、湧く時間になります。うん。なので、まあ、このレベル上げっていうのが魔物使いありきの、まあ、レベル上げなんですが、以前ね、僕も動画を作ったことあるんですけども、まあ、結構ね、売り子の人がいますよね。その人は魔物使いとサポートを雇って、放置でレベル上げしますよ。経験値、900万以上、1000万以上稼げますよ。っていったような、まあ、商売にもなるほど、かなり大人気の、ゴーレム強となっております。うん。ゆえに、トラブルがかなり続出するね。はい、レベル上げ方法となっているんですよ。まあ、先ほども言ったんですけど、ポップが少ないし、さらには、こういうふうにね、フィールドに出るシルエットっていうのは1体しかいません。まあ、逆に行けばもう1体いるので、まあ2パーティーやれますよね。2パーティーね、逆に行けば。まあこういうふうにね、あ、向こうでやってましたね。2パーティーやれるんですよね。まあ、とはいうものの、他のモンスターに比べて、まあ、シンボルが少なすぎるゆえに揉め事になる。まあ、とあるね、VTuber のね、方がね、ここをね、通って、ストーリー上通って、間違って当たってしまったと、ゴーレムに。それだけで、白チャットで、
お前何撮ってんだよ、ふざけんなというね、暴言を浴びせられたというね、事件になるほど大人気のスポット。これね、運営さん悪いとこですよ。シンボル増やせばいいのにね。ゴーレム教って、じゃあここでしか出ないのっていう話なんですけど、実はね、あるんですよ、ゴーレム教。他でも。はい、ここ、閉ざされた水路なんですけども、こちらにね、実はね、ゴーレム教、何体かね、シンボルがあるんですよ。まあ、ちょっとね、今、ご紹介します。はい、ここですね、ドン。まあここもねそこそこ人気スポットになっているんですが、やっぱりね前の狩り場より人気はないですね。なぜかというと、まずねちょっとまあ見てた通り、早送りでちょっと見てた通り、遠いんですよ狩り場まで。ちょっと歩かないといけないよね、狩り場までね。あ、ここの2つだけかな。さらには脇が遅い。先ほどのね新魔剣宮殿入り口の近くにあるゴーレム教に比べて、次にね、ゴーレム教が出てくるまでの時間が長いんですよ。まあといった理由でこちらのね魔剣都市ゴーラ後のねゴーレム教が大人気なわけなんですが、まあ先ほども言った通り、まあ、商売にしてる人がいるんですよね。お客さんっていうのはね、いつ来るか分かんないので、まあその時のために、場所をね、場所取りをね取ってる人がいるみたいです。中にはまあ福若を使ってその場所にね置いて、お客さんが来るまでまあ待ちをしてる。で誰かが来たら、ちょっとここもう先に来てるからね、ダメですよ、この場所でやらないでくださいといったようなことを白茶でね言う人もいるらしいです。まあ、なので、まあ、商売してる人の中でもそういうことがね、一部いるみたいなのでね。まあ、商売わかるけど、誰のものでもないからね、この場所っていうのは。まあ、ちょっと今日は、一回ね、前様ね、まあ、僕ね、通ります。その近くを。何か言われるかっていうのを、ちょっとね、見ていきたいと思います。で、動画としてはサーバー21、22ぐらいしか、ちょっと撮れないので、あとはね、まあ画像だとか音声だけだよね、ちょっとね、良ければ撮ってきたいと思うんで、まあ、ちょっとね、見ていきたいと思います。まあ、まずはここ、サーバー22。まあ、片方はね、誰もいなかったんですけど、あら？サーバー22、誰もいない。あれ？まあ、今、時間的に6時52分なんですよね。まあ、でもご飯食べた後のゴールデンタイムですよね。はい、続いてサーバー21です。でもね、なんかね、僕ね、以前ね、行った時にはね、結構ね、あれ？ここで借りますか？とかって聞かれて、あ、もし借るんだったらどうぞみたいなね、すごくね、いい人なんだなっていう人たちしか見受けられなかったんですけどね、そんなに言うんかな。まあ、いましたね。さ、なんか言うんでしょうかね。まあ、ちょっと待って、枠寸前になんか、当たってこうみたいなことしようかな。まあ、っていうか、高木ちゃん、そんな、こんな動画を作るのもどうかと思いますよっていう、ちょっと、まあ思う方も中にはいると思うんですけど、ちょっとネタと一環としてね、ちょっと見てください。はい。まあ、初心者の人がね、そういうね、言われたっていう事実があるみたいで、まあ自分でもね、一体どういうものなのかっていうのをね、ちょっと、まあ、体感っていうか検証してみたいんでね。さあ、続いてさ、あら、こっちには誰もいないね。サーバー21。まあ、っていうように、1からね、ちょっと順にね、行って、白茶でね、行ってくる人はいるのか、見ていきたいと思います。その時の画像があればね、お出ししますので。はい、ちょっとね、今気づいたんだけども、まあ、今まで暴言吐かれたっていう人っていうのは、エンゼル帽をかぶった、多分初心者さんなのね。なので、ちょっと高んで、レベル72の、たかんでね、ちょっとね、行ってきたいと思います。そっか、僕、高吉のキャラで言ったら、言わないよね。誰もね。おそらく。まあ、なので、ちょっとね、こちらのキャラでね、まあ、サポ借りて行ってきたいと思います。はい、ってことで、ようやく半分かな、21、サーバー21に戻ってこれたんですが、今んところはね、いないんだよね。そういう気配がないっていうか、まあここら辺ぐらいこうやって近くに寄って見てるんだけど、まあいないよね。まあ一部の人なんだろうね。まあ一つ分かったことが、
記者だったんだね。お、何何何、どうしたどうした。いいよ。あ、いや、いえ、あ、優しい。いえ、いえ、だ、だい、だ、大丈夫です。ありがとう、ありがとうございます。優しい、こもう優しい。あ、いい、いい、いや、申し訳ない。優しい、めっちゃ優しいね。実態調査に来まして、はい、あ、頑張る、ありがとうございます、ありがとうございます。優しい、なんかこんな、ほら、優しい、優しいな、めっちゃ優しい人じゃん。いやー、だからさ、一部なんだろうね、本当に。運が悪いって言うんだろうね。たまたま運が悪かったんだろうね。いや、でもたまたまなのか、なのかな。まあ、一つ分かったことが、大体おそらくなんですけど、ゴーレム売ってる人ってスライムカー乗ってる人多くない？なんか、なんかさ、戦闘終わったな、ん、これでなんかあるかなってパッて見てたら、大体スライムカーだったのね。にやかでやってる人、一やかの人じゃない、にやかでやってるそうな人。まあ多分おそらく買い手と売り手側の人なんだと思うんだけど、スライムカーが多いなと思って、あ、 UFO とかじゃないんだそこはって思ったんだけどね。課金しないんだ。あの、多分あれなんだろうね、バザーで買えるもんで買ってんだろうね。でかいからやりにくそうだなと思ってさ、まあゴーレムぐらいはいいんかなと思ったんだけど、まあ、なので、ごく一部の人がタイミング悪くちょっと言われちゃったのかな。でも結構声多いよね。僕のライブでこういうこと言われたっていうのが多いんだよな。ゴーレムでこうやって言われたよっていう。最近始めたね、ちょっとね、ちっちゃい、まあね、女の子がいるんですけどね、ゴーレム昨日も言ったんだけど言われたって、さっきも言われたとか言って、毎回行くたんびにね、ちょっと言われてるような感じなんだよね。ちょ、かわいそうでしょうがなくてね。はい、ということでサーバー21に戻ってまいりました。まあ1から42時間かけて行ったわけなんですが、言われなかったです。むしろ、まあ途中でも流した通り譲ってもらいましたね。まあ、優しい、あったけえと思ったんだけどね。まあやっぱりね、中にはね、嫌な目に遭ってる人が、まあ実際にはいるんでね、まあ一部の人がやっぱ心ないことを言ってくるんでしょうね。やっぱり俺たちの魔界を汚すなっていう人たちがね、誰のものでもないのにね。まあリアルもそうなんですけど、まあ実際ね、ちょっとね、言葉がね、通じない宇宙人みたいな人がいるので、まあそういう時はね、あの、何か言われたら必ずね、ブラックリストにもうそっと入れて、何も言わずにね、そのままね、立ち去ってください。逆に何か言って相手がね、それを暴言として捉えてしまったら、通報されちゃって、まあバンに、ね、なる可能性もあるので、まあその時はね、こっそりね、ブラックリスト入れて、さささっとね、立ち去りましょう。あ、この高木チャンネルね、ブラックリストのね、入れ方はね、かなりね、説明してると思うんですけど、コミュニケーション設定のブラックリスト設定、そしてブラックリストに加える。で、周りからか名前と ID 入力で選べます。周りからだとね、かなり楽なんだけどね、近くにいる場合は周りからで。で、ちょっとね、遠く離れちゃったよという場合は、名前と ID 入力を入れてください。まあ、カタカナ、ひらがなございますのでね、それをきっちりね、見てください。で、なんか言葉に言われたら、ログが残ってるはずです。まあ、言葉じゃなくてもね、ログに残ってるはずです。近くにね、誰かがいたら。なので、まあ、名前と、Y ボタンもしくは四角ボタンを押すと、こういう風にね、ID が出てくるので、名前と ID を入力した上で、ブラックリストに入れましょう。まあ、よく質問があるのが、ちょっとね、狩場って、このモンスターって、先に来てた人のものなんですか？まあ、後から来た人っていうのは、まあ、自分から身を引いてサーバー変えないといけないんですかっていうね、質問があるんですけど、ぶっちゃけ言うと、サーバー、このモンスターか、モンスターっていうのは、誰のものでもないです。先に人をいようが、もしくは自分が先にいようが、それは、運営さんが作り出したデータであって、その人のものではないです。実際その人が権利買ってるわけじゃないしね。ただ、一つだけ言えることが、まあ、先ほどもね、ご紹介した通り、ゴーレムっていうのは、シンボルが少ないんですよ。一匹しか湧かないんです。さらに言えば、時間が経たないとポップしません。リポップか。リポップしません。
ので、2人がそのモンスターを取り合ってやってると、30分という元気玉を使ってレベル上げをするときとか、まあ、料理を使ってするときに、もったいないんですよね。うん、効率が悪くなる。だから、まあ、こう言って、ほら、モンスターが湧いてて、おい、行こうぜって、こうやって取るんではなく、人がいたら、正直ね、変わった方が、お互いのためになります。効率が良く、経験値もよく稼げれます。うん。なので、まあ、あえてね、渦中にね、石を拾わずにね、どっか移動した方が一番早い。うん。揉めることもないし、経験値もね、美味しく稼げちゃうし、30分ね。なので、まあ、人がいたらね、正直変わった方が、まあ、自分にとってね、都合がいいんではないんでしょうか、すべてにおいてね。まあ、てことでね、魔界は誰のものでもない、みんなのものだっていう、はい、動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。